大ベテラン。シーズンは終盤を迎え、これまでチームを支えたベテランの引退、戦力外通告などの話題が増えてきました。そして長らく阪神を支えた能見篤、福留孝介、藤川球児の3人も例外ではなく、2020年限りで現役を引退、阪神を退団することが決定されました。そこで今回の動画はこれまでのリスペクトも込めて、大ベテラン3人の阪神での活躍を振り返りたいと思います。野球中継を見るような感覚で画面に全集中お願いします。虎のエース能見篤、2005年自由獲得枠で阪神に入団。1年目から1軍の試合に登板するも、4年目までは1軍2軍を行ったり来たりする日々が続きます。しかし5年目の2009年にローテに定着すると、リーグ4位の防御率 2.62、 13勝、リーグ2位の154奪三振を奪い、一気にセ・リーグを代表するピッチャーとして頭角を現しました。そして翌年2010年、この年も開幕から好調でしたが、5月2日の巨人戦で走塁中に故障、4ヶ月もの戦線離脱を余儀なくされました。9月に復帰した後は好投を連発し、初の月間 MVP に輝きました。結局2010年のシーズン成績は8勝負けなしという、2013年の田中マー君ばりの勝率を叩き出しました。またこの年の阪神はチーム打率2割9分、3割バッターが5人、90打点以上が5人を要する歴史的な超強力打線が機能し、近年で一番優勝に近かった年と言われています。現に優勝した中日とはわずか1ゲーム差でした。もしあの時能見が離脱していなかったらと、阪神ファンの私は今でも考えてしまいます。2011年には初の開幕投手を任され、この頃から阪神のエース能見と報道ステーションなどの全国ニュースでも言われるようになりました。11年12勝、12年10勝、13年に11勝を挙げ、3年連続2桁勝利を達成。2012年には172奪三振を奪い、初のタイトル最多奪三振を受賞しました。13年には WBC 日本代表にも選ばれました。14年から16年まではローテを守りながらも安定感を欠き、3年連続でセ・リーグ最多阪神投手となります。そして2018年、投手は先発で起用されましたが、不安定な投球が続き、2軍で調整した後本格的に中継ぎに転向すると、見違えるように好投を連発し、中継ぎ転向後の成績は42試合に登板、防御率 0.86 と好成績を残しました。19年は開幕から中継ぎに専念、自己最多の51試合に登板、40代投手のシーズン最多登板の記録を更新しました。しかし防御率は 4.30 と前年に比べ大幅に悪化。そして2020年、41歳を迎えたシーズン、開幕から中継ぎとして1軍に帯同するも、ストレートを痛打されることが大幅に増え、10月に今季限りの退団が報道されました。虎のキャプテン福留孝介、2013年メジャーリーグから日本に復帰、阪神に入団しました。阪神は2007年にも FA 宣言した福留にオファーを出していたため、5年越しのラブコールが実った結果となりました。しかし2013年シーズンは怪我による度重なる抹消もあり、打率1割9分8厘、6本塁打、31打点の結果に終わりました。翌年2014年、開幕3戦目の巨人戦の2回裏、ライトを守っていた福留は、大竹が放ったちょうどセカンドとライトの間に落ちる絶妙なボンフライを追って、セカンドの西岡剛と激突。西岡は救急車で運ばれる事態に。福留もしばらく立ち上がることができませんでしたが、西岡が搬送された後、復帰した後途中交代となりました。この激突によって西岡は4ヶ月もの戦線離脱、福留は打撲と報道されていましたが、実はこの激突によって福留も骨折していたんです。でも福留は西岡に気を使わせまいと骨折していたことを黙っていたんです。その後は骨折の影響もあり、体が動かず打率1割に低迷、1ヶ月もの間長打が出ませんでした。当時何も知らない阪神ファンは、入団以降結果が出ていない福留に対して全員同盟と心ないヤジを飛ばしました。その後登録を抹消され、フォーム改造に着手、再び一軍に戻ってからは体の状態が戻ったこともあって、次第に打ち始め、6番ライトに定着、クライマックスシリーズでも活躍し、阪神の日本シリーズ進出に大きく貢献いたしました。結局2014年は2割5分3厘、9本塁打、34打点の成績に終わります。そして2015年、この年は開幕から完全に復調、主に3番5番を任され、前年度の成績を大幅に上回る2割8分1厘20本76打点をマーク。これらは全てチームトップの成績です。中日時代以来となるベストナイン、ゴールデングラフ賞を受賞し完全復活を遂げました。
2016年この年から監督に就任した金本監督に開幕から4番を任され打率3割1分1厘をマークしました。そして17年18年も10本70打点以上の成績を残しチームの主軸として活躍。17年からはそのリーダーシップの高さを評価されキャプテンに就任しました。矢野監督に代わった2019年は2割5分6厘10本47打点と成績に陰りが見られ、そして2020年開幕スタメンに名を連ねも不振により代打での起用が大幅に増えます。そして福留主催の会食により8人がコロナウイルスに感染、登録を抹消されました。しかしこの会食はオリックスからトレードで加入した小林を歓迎しようと行われた会で、面倒見のいい性格があだとなってしまった形となりました。その後報道で今シーズン限りの退団が報じられました。虎の守護神藤川球児、1999年ドラフト1位で阪神に入団。当初は先発を期待されていましたが、入団から5年間は2軍暮らしが続きました。2003年には戦力外のリストに入っていたらしいです。今年がダメなら最後という思いで強く望んだ2004年、キャンプから徹底的に投げ込み故障。その期間に当時の2軍投手コーチだった山口隆とフォーム改造に着手。1軍に合格してからは以前と見違えるようなストレートで三振を奪うようになり、中継ぎとして定着。31回を投げ35奪三振を奪いました。そして2005年、当時の岡田彰信監督からセットアッパーとして8回を任され、分かっても出ない火の玉ストレートを武器に開幕から奪三振を連発。7回ジェフ・ウィリアムス、9回久保田智之とともに JFK を形成。今では球史に残る勝利の方程式として伝説となっています。当時のシーズン最多登板となる80試合に登板、46ホールド、防御率 1.36 で初のタイトル最優秀中継ぎ投手を受賞し、チームのリーグ優勝に大きく貢献しました。2006年は WBC の日本代表に選ばれ、シーズンに入ってからも前年を上回る大活躍。球団記録の47イニング連続無失点を記録し無双状態に。オールスターでは当時パリーグを代表するバッター西武カブレラ、日本ハム小笠原を相手に全球ストレート予告。公言通り全球ストレートで連続三振を奪い、両リーグのファンをしびれさせました。このシーンはオールスターの名場面として今でも語り継がれています。シーズン途中からはクローザーに抵抗、虎の守護神として君臨し17セーブをマークしました。また30ホールドで2年連続の最優秀中継ぎ投手も受賞しました。2007年は開幕からクローザーとして圧倒的な成績を残し、当時のプロ野球記録となる46セーブをマーク、最多セーブに輝きます。そして2008年から2012年まで阪神の守護神として9回のマウンドに立ち続け、2013年からはメジャー挑戦。その後独立リーグを経て2016年に阪神に復帰しました。当初は先発での起用でしたが炎上が続き再び中継ぎに転向。5月18日、甲子園での中日戦では9回1点リードの場面で登板、復帰後初セーブを挙げました。かつてのようにリンドバーグの曲が流れ、リリーフカーに乗って藤川が登場するシーンは阪神ファンを感動させました。結局2016年は43試合で防御率 4.61 という成績に終わりました。2017年は開幕からリリーフに専念、53試合に投げ防御率 2.22 を記録し復調。翌年も53試合で防御率 2.32 と安定した投球を披露しました。2019年には同一投手による150セーブ150ホールドの NPB 記録を樹立し、監督推薦で7年ぶりのオールスター出場を果たします。7月からはクローザーを任され、56試合16セーブ防御率 1.77 の成績を残しました。そして2020年、開幕からクローザーを任されましたが球団失敗が相次ぎ登録抹消。その後9月に今季限りでの引退が発表されました。というわけで今回は今季限りで退団する阪神の大ベテラン3人を紹介しました。3人とも僕が子供の頃から見ていた選手だったのですごく寂しいです。いつかまた戻ってきて阪神のユニフォームを着てほしいと強く願っております。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。